というわけで、さてこちらがルーブル美術館の裏側ですね。表側がどうなってるのかなんて想像したくもないですけど、めちゃめちゃ混んでるんでしょうね。じゃあ行きます。なんか裏側から入ってる人見つけちゃったんですけど、これ入れたりするのかしら。おお、あ、入れるわ。すごい、このまま中突っ切っていけるんだ。初めて知った。すげえ。中央広場は全然まだ多分混んでないですね、これは。すげえ広い。出た、ピラミッド型のめっちゃ有名なやつ。おー、やっぱ休日だと恐ろしく混むな。こりゃすごいや。これ予約してても待たなきゃいけないっぽいな。ちょっと嘘やん。チケットがある人はさすがにここに並ばなくていいみたいです。まさか話しかけた人が日本人だと思わないよね。日本人全然いないんだもん。ちょっと僕はチケットを取ってしまって申し訳ないんですけども、先に入らせていただきます。はい、昨日取りました。チケットは意外と取れます。ただなんかチケット取るのは多分コツがちょっといるみたいで、何回かリロードする必要があるっぽいです。僕も最初は全然なんか取れる感じじゃなかったんですけど、何回かリロードしたら出てきました。待て、チケット取っててもこんなに並ぶの、マジ。ちょっとそれは想定外だったな。中入ってきました。さあ、ルーブル美術館に入ってまいりました。これがピラミッドの中か、素晴らしいな。クロークルームに荷物を預けられるといいんだけどね。すげえ、無料だこのロッカー。しかもめちゃめちゃたくさんあるから全然荷物置き場に困ることはないね。最高じゃないですか。もうかなりテンション上がってきたよ。さてどこから回ろうかな。最初はこの階段を登ってみようかしら。チケットチェックの場所を通り終わったら、これはスクラプチャーフランチャイズ、フランスの彫刻ですね。こんな感じになってるみたい。おー、なるほどね。じゃあ僕はこのリシェリエルっていうところをちょっと一旦ぐるっと回ってみようと思います。こりゃすごいよ、本当にすごい。うわー、こういうチャーミングな表情をダンスしてるみたいなステップがロココ調のものへの転換を表してるらしい。ルネッサンスのところに行きましたね。なんかみんなお辞儀しとる。なんか謎の塔を登ってみるぜ。アルベーっていう時代のものなのかな。めちゃめちゃ綺麗な衣装だな。すごい。すっごい天外ベッド発見しちゃった。あと謎に隠されたように飾られてるんだ。ものすごいな。これを3世の時の建物を見たかすね。これは大広間だと思うけど、本当にすごいな。これは狩りの様子かな。うわー、こりゃすっごい。もう完全に別世界じゃないですか。この辺りの石さんも残念ながらちょっとハゲちゃってる。この辺のアジア系のものにつけるとちょっと逆に安心する。ほら、また別世界が始まるんだから。うわー、すごいわ。下に降りる階段を見つけたから降りてみようかな。フランス彫刻の逆サイドに降りてきたみたい。こっちはかなり不気味というか、体のバランスが悪い。おかしい。いや、まああえてこうしてるんだろうけど、これデスゲームで残りあと4人のやつじゃん。でも本当にここフラフラ歩くだけでも本当に楽しいな。新しい発見というか、もう所狭しと美術品があるからさ、全然飽きることがないよね。こういう怖いやつだけで展示出したら日本で大受けしそうだな。なんかちょくちょく休憩しながら行かないとすぐお腹いっぱいになっちゃうぐらいには芸術品で溢れてるな。この辺りはアンネ・デ・ブレタンヌっていうところの時代らしい。やばい、細々とした芸術作品を見すぎて目が滑るようになってきた。良くない兆候だ。
広すぎて全然塔の上までたどり着かなかったけど、やっとたどり着いたっぽいな。一番上は絵のゾーンか。センス・デ・ラ・ビズって。ちなみにこの絵のブースは最上階なので、日の光によって明るさがちょっと変わってきます。多分そろそろ一つ一部の塔が終わるのかな。これがあと残り4つぐらいあって、今1時間半ぐらい一つの塔に使ってしまったので、恐ろしく時間を食われる可能性が高いですね。この辺はキリスト教関連の絵がものすごい大量にあると思ったら、なんでしょう、こっちをね見ていただきたいんですけど、これの数倍はあるんだな。おかしいでしょ、なんでこんなキリスト教の絵ばっかり。いやまあそりゃそういうもんなんだろうけど、宗教画ってさ、もうなんか撮れるもんなら撮ってみやがれみたいなぐらいの執念を感じるわ。本当に量が多い。なんかバベルの塔あるんだけど、すごいな本当に。最後の量が多すぎる。エルモンド・ピエリ・サファーのギャラリーに来ています。すごい。かなり他と比べると落ち着いた空間にたどり着きました。やばい、マジでここどこだ。うわー、すげえけどすごいな。ロバート・ジョセフ・アウグスト、銀食器がたくさん、めっちゃキラキラしてる。シーミングケース、マリー・アントワネットの部屋かな。すごいや。この辺りからエジプトの遺跡に入りますね。ポーネグリフとかないかな。もはやなんか博物館というより美術館というより普通に古代の遺跡の中で遺跡探ししてるようなもんだよね。こんなにたくさんおかしいって。こっちもまだエジプトのアンティークが続いてるけど、今度は建物の装飾がどんどん豪華になってきたね。ここはナプレスターパリスっていう、多分特別展示かな、だと思うんだけど、もうほとんど説明がフランス語だし、英語の説明すらないからわからんよ。何これ、すっごい。はぁ、大ホールより全然すごいんじゃないの、もしかして。すっごい、普通に王冠飾られてるやん。こっちもダイヤモンドとルビーとサファイアがすごいな。もうだからさ、広すぎるんだって。すごいよ本当に、おかしい。あったー、サモトラケの2系、すごいな。あ、でも違うわやっぱり、他の彫刻と比べても作りの精度が全然違う。超綺麗だわ、サモトラケの2系。モナリザがこの先にあるっていうんで行ってみるよ。モナリザのある部屋に来たんだけど、どこにモナリザがあるか一目でわかるんだけど、遠すぎてすごいことになってる。ほんとすごいな。これほんとに、ほら並んでって言われてるんだけど、面白いね。いやすごいよ本当に。さすがにこれだけの列に並ぶ気は起きないから、もうとりあえず歩きながらちょっと視界に収めて、見れたことに満足するしかないな。うーん、モナリザ、モナリザですね。普通に写真で見たのと全く同じモナリザが今目の前にあるわけですけど、いやすごいわ。もうなんか本当にルーブル美術館自体が遺跡みたいなもんだな、これは。なんかフラフラしてたらアフリカの展示物ブースにたどり着きましたね。この辺りはオセアニアのものみたいですね。モアイ像あるじゃないですか。全然知らんかったけど。この辺りはメキシコとかアメリカとかですね。この2階と1階は大体見覚えがあるから、多分ここまで来てそこから
ここに降りてきちゃったんだわ。なんかこの陸の孤島みたいなところ降りてきちゃったんだろう。一回の戻るかじゃ仕方ないから。うわー、絵の中に絵がたくさんある。この辺りはイタリアの彫像とか門とかがたくさんある感じかな。かなり特徴が分かれてるな。おー、すごい。あとは多分このゼロ回を制覇すればクリアなんだけど、っていうかほぼ全部見たことになるんだけど、もう気力が持たないかもしれない。多すぎる。この辺りはギリシャかな多分。さっきのはイタリアのものだったっぽいし、でこっちがギリシャですね。躍動感がすごいや。あー、おー、あの果物たくさん持ってる女性の像はすごいいいかもしれないな。やばい、またニケだ。ニケが見えたぞ。すごいな、こういう正面から見る姿でもやっぱりかっこいいな。あれ、なんかミロのヴィーナスいるよって案内板に表示されたけど、これか。マジか。ちょっとまだミロのヴィーナスちょっとだけ見えるけど、心の準備が必要だよ。突然来られても。ああ、この辺りは本当にギリシャの神殿に迷い込んだみたいだな。すごいや。はい、言わずと知れたアルテミスですね。かっこいい。特別展示でナポレオンの肖像があった。しかもあそこの彫像めっちゃかっこいいな。また全然知らない部屋に来たし、全然知らないかっこいいオブジェがある。チャールズ・クレセントのお部屋かな。すごいや。本当に勘弁してくれ。この先にイランとかメソポタミアの文明があるみたい。広すぎる。文明ありすぎでは。これはね、なんかいくつか文明滅びちゃっても仕方ないよね的な雰囲気はわかる気がするわ。あー、なんか神様の気持ちがわかってる気がする。あー、もうダメだ。頭おかしくなってる。なんだあれは。おかしいだろ、でかすぎだろ。これはカエサルさんじゃないですか。違うわ、ナポレオンって書いてある。あー、月桂冠だけで判断できないや。もう広すぎでしょ。本当に最初に来たフランスの彫刻のところと同じような場所がもう一個あるなんて信じられないよ。本当に気力と携帯の電池がつきそうだから、最後にエジプトだけ見て帰ろうかと思ってるんだけど、エジプトまでが遠いよ。あの鳥たちはトとかバスケとか、あー、セクメトは女神だったけな、覚えてないや。もうというかバスケットも猫じゃねえ。ダメだダメだ、もう下手なこと言わんようにしよう。はい、とりあえずありがとうございました。というわけで一旦戻ります。すごいよ、なんかスケッチしてる人いる。全然エジプトの展示が終わらないんだけど、出口に戻りたい。ほら、バステとは猫の姿で、アモンが、あ、この姿だったか。アヌビスは犬だよね。はい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 。わー、すごいわかりやすい。ピラミッドの内部みたいな感じで展示してるやつを見つけちゃった。待って、なんか最後にでかいスフィンクスおるやん。しかも全然終わってないじゃん、出口どこ。ジオラマもあるよ、頭おかしいんじゃないの。そうか、この辺はルーブル美術館の歴史だ。800年の歳月を経て世界最大のミュージアムになったんだな。そして目の前に見える明かりは多分出口。嬉しい、やっと帰ってこれた。はあ、すごいよ本当に。 Nintendo 3DS をも使った音声ガイドがついてるみたい。面白いね。なんか1日に摂取できる美術品の限界を感じたわ。もうダメだ、頭に入ってこない何にも。かなりぼーっとしちゃってたけど、とりあえず家族へのお土産とか選ぼうかな。ルーブル美術館のお土産屋さんめっちゃ広い。おー、逆ピラミッドになっとる。それにしてもすごいなここ。終わったはずなのにルーブル美術館、出口に向かうにつれてどんどんなんかお店が増えてく。これから行こうと思ってるラデュレがこんなとこにある。すごいな本当に、商店街じゃないか。ショッピングモールか、ショッピングモールじゃないか。ちょっと残念ながら何書いてあるか分かんないけど、すごいいろんな文章が光ってます。このまま出口に向かえるはずです。
すごいな本当に。どこからどう来てもちゃんと彫像が迎えてくれるようになってる。